今まで沖縄出身なのに沖縄の歌を一回も書いたことがなくて、まあそういうのは夏川りみとかに歌わせとけばいいんじゃないかなって私ずっと思ってたんですね。だけど、まあ、ここにも多分音源集あると思うんですけど、イザイフォーっていうあの映画を見に行ったんですよ、母と一緒に。そしたら私と母だけで2時間あの貸し切りの素敵な映画だったんですけども、このまあもう亡くなってしまった沖縄は久高島にあるその女性が神秘的になるお祭りのこのドキュメンタリーですね。今もう完全にないお祭りなんですけども、それを見てすごい感動して書いた歌があって、これまた多分夏川りみが歌ったらすっげえヒットするんじゃないかなって、私ちょっとそういうの考えてるんです。だからちょっと誰か夏川りみと知り合いの方がいらっしゃったらぜひ言ってるください。最後の歌です。イザイフォーという歌を聴いてください。
ありがとうございました。ちょっとした告知をさせていただきます。まあ、今回、まあ、そうですね、来たのが香取さんがソロピアノ音源集を2枚出されて、その中にたくさん有限の曲が入ってて、まあ、それに便乗して私大島今回有限パピロンズとして来たんですけども、まあ、そのインストゥルメンタル CD2 つと、あと有限パピロンズ名義で出している2枚 CD があります。それもしもなんかあいいなって思ったら手に取っていただけると嬉しいです。